浅いタイプと深いタイプあるの知ってる？浅いタイプは眉毛より指 2,3 本上のとこぐらいにさ唾が来るわけよ、キャップのさ。でも深いやつは眉毛ぐらいまであるのよ、帽子のてっぺんの深さが。今は深いキャップが流行ってんだよ。グッて深く被るのが流行ってるらしくて、結構お店とか行くと深いキャップが売ってるっていうのをちょっと見てみてほしい。買ったもん、とはもんアクアのインキャップ。そうだね、あれと一緒やね。あいつはだから流行の最先端を言ってんのよアクアは実は最先端を進んでたんだよね。気づけてあげられなかったわ、とは。この前でも久しぶりにアクアとスイちゃんと遊んだよ。ご飯行ってきた。謎解き的な、謎解きというか、うん、ご飯食べてきたりしました。まったり。スタテンは謎解きガチだからね。そしてあれだから、いろいろ話して、何話したっけ、なんかしたいねみたいな話して終わったんだよなざっくりなのよいつも。謎解きもなんか詳しいことちょっと話せなくて、見て楽しむ体験っぽい謎解きだったんだけど、それがすごい面白かったんだよな。でダラダラして終わり。プテチと温泉にも行ってきたよ。まあ寝坊しましたね、キャッツは。これ何時にここねって言って、一応30分ぐらい前に大丈夫起きてる返事が来なかったの。でもまあ移動してんのかなと思って、移動してんのかな 10% 寝てるな 90% ぐらいの予想だったね。時間の通りについて、でまだ返事がないと。でも寝坊だな 100%。 15分ぐらい待ってたら先に温泉入っててもよくねと思って、先入っとくねと。30分40分ぐらい経った時にまだ連絡が来ないと。最悪なんかあったのかもしれないと思ったから、でもゆっくりでいいよとはマッサージしとくからって言って、そしたらそのマッサージを受ける時間直前ぐらい、1時間過ぎぐらいかなに連絡来て、マジでごめん今行く。偉いのがさ、プテチの偉いなって思ったところは、1時間寝坊って超焦るじゃん。ドタキャンする人もいるわけじゃん。もう無理だ、今日はごめんみたいな子もいる中で、今から行くって言ってちゃんと来てくれるのはいいなと思った。とはもう慣れてるからさ、友達歴もあるしさ、どうせ寝坊だなみたいな思いがあったから、まあいっかってなってて、 OK みたいな、もう マッサージ今から受けてくるからゆっくりでいいよって言って、で結局来てくれて、で一緒にまた温泉入ってサウナして、本当にごめん、詫び飯させてくれと。何でもいいよと。もう高いご飯行こうよって。行ったこともないようなすごい豪華な天ぷら屋さんに行ってさ、すぐ温泉で帰ろうぜみたいな感じの服装できてたからさ、ジャージでさ、女の子2人が行ってさ、もうお店の人も大丈夫かこいつら確認してきたよね。こちらがメニューになってるんですけども、これでも大丈夫でしょうかみたいな。はい大丈夫です。お店通されて、周りがスーツ着たサラリーマンの方とかがちょこちょこいたりとか、年上のさ夫婦がいたりとかした中で、真ん中にポツンと女2人、ジャージの女2人がピョン、カウンターでさ揚げたての天ぷらを置いてくれるのよ。で塩の種類もさ、こちらが桜のお塩で、こちらが普通のなんかなんとか塩で、これがなんとか塩で。天つゆで食べるの結構好きなんだけど、最近は天ぷらを塩で食べるのが結構好きで、塩天ぷら美味しかったね。揚げたての天ぷらもご飯もめっちゃ美味しくてさ、ちゃんとおごってもらいました。美味しかったです。また遊ぼうねって言って別れたけど、逆に予約してないとこでよかったなと思った。温泉だからさ、温泉に使ってればいい、楽だったな。そこは温泉入りながら赤すりのいいとこめっちゃ語っといたわ。いや赤すりマジでええぞっつって、肌がツルツルになるし、どんだけ毎日体洗ってても、もう赤がすごいよ。でもその赤を取った瞬間、もう体がとんでもなくサラサラになるんだから、いや赤すり受けたいってなったんだけど、ちょうど埋まっててやれなかったんだけど、興味津々だったので、次回は2人でまた赤すりやったりとかしようかなって。めっちゃ面白かったよ。プテチと会ったらいつも裸の付き合いしてるね。